メリークリスマス。さあ、今回はクリスマスガシャミリオンフェス、こちらの二方ぜひともお迎えに上がろうと参ります。新カード登場。ご覧ください、美しい女神、そして天使キサラギチハヤちゃん、そしてもう一枚は張り子も一緒にいます。ハリネズミの張り子、高山さよこちゃん、こちら今回お二方ミリオンフェスお迎えに上がらせていただこうと思います。大本命はチハヤちゃんでございます。さあ、それではまず1日10回無料、こちらを回させていただこうと思います。そしていきなり最高の1枚、これは幸先がいいです。どうだどうだ、何が出る、何が出ますか。限定じゃない、限定じゃないけど SSR ってことには変わりはない、変わりはない。テンションが高ぶったあまりに噛みまくる私。1枚目は最初、望月アンナちゃんでございます。可愛くも、そしてかっこいい。無料10連、当たり SSR は引かせていただきました。そしてこんだけ残っているプラチナガシャ10回チケット、こちらこの時のために回させていただきます。お、またまた最高の1枚、カメラマンさんの演出、どうだ次は何が来る。フェス限ではないけども、このシルエット、もがみしずかちゃん、スターリッドシーズンスタマスでも活躍いたしましたもがみしずかちゃんの SSR でございます。素敵、ありがとうございます。この衣装と一緒に私夢を掴んでみせます。私も夢と一緒に新フェス限 SSR掴んでみせますとも。お待ちくださいませ。さあ、では3回目30連目チケットでいきますぞ。おお、いいですねいいですね、フィーバー状態。一体どなたをお迎えできるか。なかった。 SR がいっぱいあってあの演出でしたか。おだが持っていない、まだ未入手の松田ありさちゃん、お迎えできました、ありがとうございます。さあさあさあ、いきますぞ。ではお次は40連目チケットでバンバンいきます。おお、カメラマンさんの演出がバンバン来ますぞ。そろそろ来てほしいところ、フェス限定、来ない来ないけど SR3 枚、みんな持ってるけど、あずささんが美しい。さあ行きますぞ、もう一丁、そろそろ、あーカメラマンさんの演出も来ない、そろ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 、ちょっと波が過ぎ去ってきたタイミングでございますかな。ですがですが、まだまだこれからでございますよ。お迎え上がるのはまだまだチャンスあります。さあさあ、どんどん行きましょう。SR が2枚、皆さん可愛い美しいけどもけどもも、フェス限定の SSR が欲しい今日この頃、そのためのクリスマスガシャミリフェス、どうでしょう。もはや何回、おーっと SSR、 おこの演出はフェス限です、一体どっちだ、誰でしょう、どなたでございましょうか。このシルエットはミキちゃん、欲しいミキちゃんでございます。いやー美しい、可愛い、しかし持っている、もうすでにミキにぴったりって感じ、まさにぴったりでございますよ。ミキのこといっぱい見てくれてるからだね。もちろんですとも。いやー、しかし持っているやつでもフェス限ピースに変換されるから嬉しい。どんどん当たってください。当たるのならばフェス限 SSR、
さあさあそろそろ来てほしい。お、後ろがピンクってことはフェスゲンってことか。来た、この演出は。お、しかも2枚、2枚ですぞ。もしかしたらフェスゲン2枚同時に来るパターンか。あー、このシルエット、さよこちゃん、ハリコちゃんと一緒に写ってる高山さよこちゃん、ゲレンデの天使。はあ、覚醒後この衣装見てください。なんたる可憐なこと、まるで雪の妖精。いやいや、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。そのクールな衣装でライブのステージ楽しみにしてます。お、そしてもう一枚目は、これは二見まみちゃん。あー、髪型ヘアアレンジ初めてしてるとこのシーンでございますね。いやー、やっぱり二見姉妹、美しい、可愛い、キュート、最高。これもまた髪にぴったりこの衣装。まさにもうカラフルで SF。 いやー、両方とも持っていない SSR フェス限の、まずホーリースノーワールド高山さよこ。いやー、こちらゲットできて嬉しいございます。そしてアンナちゃんのこちら SR も未入手、初でございます。嬉しい。そしてスタートスター二見まみ。いやー、このイラストの双子がまだ幼い頃の絵ですね。ちょぴっと今よりも可愛いですね。ちょぴっとですよ。いやー、フェスゲン、まず1枚目、さよこちゃんゲットでございます。これで、あとは、ちはやちゃんをお迎えできたら、バンバン剤でございます。チケットはなくなりましたが、さあ、ジュエルで行きましょう。そして、ジュエル一発目。カメラマンさん、演出が来たけども、SR が1枚。しかも、みんな持っている。落ち着け、シェリー・フィリップ。私としたことが取り乱してはいけないと言いたいところですが、また演出が来ました。SR が3枚。みんな持ってる。けどみんな可愛い。100回目ですか。10連目でございました。いやいや、まだまだ。まだまだでございます。これから。SR が3枚。お、しかし、未入手のエミリー・スチュワートちゃん。ゲットでございます。うん、かわいいパジャマ。こんな格好しちゃっていいでしょうか。いいんでしょう。皆様がお許しいただいたんでしょう。そしてもう一回。まだまだ回させていただきます。いつもより多く回しておりますぞ。と、出なかったけど、未入手のレア、豊川風花さんゲットでございます。いや、しかしこのカード懐かしいな。グリマスの頃からあったやつでございますね。お、来ました、カメラマンさん演出、早坂さん演出、来た SR、 いや違う、 SSR。 ちはやちゃん、フェスゲンじゃないけどちはやちゃんが来ました。確かにちはやちゃんは来てほしいって思っていました。ですが、美しい、それにこの Just Be Myself のちはやちゃんがまた素敵な衣装をありがとうございます。どうですか、きちんとアイドルらしく見えますか。もちろんでございますとも、至高の究極のアイドル様でございます。おー、そして何気に未入手の SR のさよこちゃんもゲット。いやー、いつ見てもいいイラスト、そして顔がいいアイドル、そして声もいい、もう悪いところがない、パーフェクトアイドルでございますよ。キサラギチハヤちゃん、早くフェスゲン来てほしいところでございます。さあ、まだまだ回させていただきます。 SR が2枚でも私はくじけませんぞ。まだまだ、もう一丁、150、どうですか、 SR ですか。私の指のスピードが速くなってしまいます。あのカキンっていう演出が、お、最高の一枚ができました。どうでしょう、どうでございましょうか。最高の一枚って言ってるくらいですから、 SSR、 これは持ってないやつだ。さよこちゃん、幼き頃のさよこちゃんからの
メガネを外して覚醒。いやー、またまたゲットでございます。ホントの衣装ですね。それにすごく軽い。どこまででも走っていけそう。一緒に駆け抜けていきましょう、さよこちゃん。いやー、さよこちゃん欲しいとは言っていましたが、別件じゃない方もゲットでございます。 Only one second。 高山さよこ、これはソロ楽曲バージョンの SSR 持ってなかったので嬉しいございます。さあさあさあ、こんないい流れでカメラマンさんの演出、そろ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 来るのではないでしょうかと思いきや、 SR、 いやいや全然がっかりなことなんてございませんよ。まだまだこれからでございます。そしてもう一回来ました、カメラマンさん演出。どうだどうだ、お SSR、 SSR だけどフェス限じゃない。誰だこれは。持ってるけど嬉しい、松田ありさちゃん。 GV リエーション、最近コミさんで幼なじみとして大活躍中のリエーション様でございます。ありがとうございます。さあ、小悪魔リビングデッド松田アルサゲットでございます。さあ18連目ですかね、18、10連目。おっと、またカメラマンさん演出が来ました。 SSR、 発言じゃないか。でも誰だ、誰でしょうか。高根様、史上高根様、お姫ちんでございます。いや美しい、美しいドレスだ。なんて綺麗な色だ、このグラデーション。夜の海の水面にたゆた星々の光、今ここに救いましょう、救いましょう。そしてフェス限 SSR も救ってみせましょう。さあさあさあ、もう一回もう一回、カメラマンさん演出、ここまで来てこないのは嘘でございます。嘘じゃない、嘘じゃないけど、おお、持っていない。 SR ゲットでございます。そして上の方でちょっとちらっとデレステのちょっとバーナーが出ちゃってしまって申し訳ございませんね。通知オフにしたんですけどね。おっと、来ました来ました、ここでまたカメラマンさんの演出。そろ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 来てほしい。来たか、しかも2枚。どうだどうだどうだ、ちはやちゃんか、ちはやちゃんだ。このシルエットは来た、来ました、やったやりました。あー、見てください、この神々しさ、そしてこの可憐さ、美しさ。この衣装着ているとなんだか心が温かくなります。素敵なプレゼントありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。もう私は心どころか体中も熱くなっておりますと。もう、お、そしてもう一枚は、はっ、これは白石つむぎちゃん持ってないやつだ。名探偵つむぎちゃん。探偵には知性と理性、決断力と行動力。お、そうですね、私も少々取り乱してしまいました。知性と理性、決断力と行動力のあるおとなしいかっこいいおじさん VTuber として立ち振る舞わなければいけませんね。いやー、しかしよかったよかった、持ってなかった SSR もゲットできましたし、そして何より今回の大大大のお目当て、揺らめく光の幻想郷、如月千早ちゃん。あ、ちょっと黙ってます。そろそろあっちのコースにも。そうだ、高山さんは、って、高山さん、いつの間に、ちょっと待って、そんなに押したら、ありがとうございます、ミンゴス様、今やさみ様、どうもありがとうございます、嬉しいございます。さあ、ここでお目当てゲットはできましたが、
もうちょっとだけフェス限ピースが欲しいところですので。いやでもどうするべきか、回すべきか、回さないべきか、回すんですけどね。おっと、また連続でカメラマンさん、いいっす。来てください、フェス限 SSR、 フェス限ピースが欲しいのです。かぶってもいいから来てください、むしろかぶりたい。おお、 SSR がいっぱいある、SSR じゃない SR がいっぱいある。よし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 。まだまだ、まだまだ終われませんぞ、私のガシャ。ガシャガシャガシャ。来た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 。一枚か。一枚でも嬉しい。誰だ誰でしょう。おっと、二見アミちゃん。これは持ってないやつでございますね。いやー、スタートスターについて、黎明スターラインの二見アミちゃん。いやいや、これは嬉しい。マミちゃんに続いてアミちゃんまで未入手、持っていない SSR ゲットでございます。いやー、これはいいですね。演技がいいです。双子ダブルでがゲットでございます。さあ、そしてカメラマンさん、演出、フェス現 SSR が来てほしいところ、もちろん来ていただけますよね。来た、1枚。誰だ誰でしょう。もう誰でも嬉しい。この際、いや、この際なんて言ったらとっても失礼。そして箱崎セリカちゃん、なんて可愛いんだ。そして可愛い子がこんなビシッと着た服を着て、ギャップ、ギャップですよ。この衣装、パパのタキシードみたいです。まだセーラームーン。大人っぽく見えますか。可愛い、大人っぽく見えます。そして可愛い、キラキラコンチェルト、箱崎セリカ、ありがとうございます。持っているのでフェスゲンピースに変換。いや、これですよ、これこれ。さあ、そういや、まだこちら買ってなかったですね。ミラクルダンスホールの衣装、もちろん買っておきます。そしてこのさっき買ったチケット、ここで使いましょう。おお、買ったチケットで SSR が当たるだなんて、なんて縁起がいい。誰ですか、どなたですか。おお、フェスゲン、この演出はフェスゲンです。来た来た、来ました、ちはやちゃん、もう一枚ゲットでございます。きさらぎちはやちゃん、この衣装、いや、ありがとうございます。なんて嬉しい、フェスゲンピースもゲットです。持っていなかった、そして欲しかった、今回のお目当てのフェスゲン SSR お二人、ちかやちゃんとさよこちゃん、ダブルでゲットでございました。ありがとうございました、皆様。ではでは、今回のガチャ、メリークリスマス。あー、これはこれはあずささん、ご用意しました。いえいえ、感謝したいのは私の方でございますよ。安眠効果のある癒し系の CD なんです。ほうほう、睡眠は大切ですから。そうですよね、ぐっすり寝てまた元気に頑張りましょう。はい、頑張らせていただきます。ありがとうございます、あずささん。プレゼントを受け取った